スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は ゆうしろうと翼のキャッチナウ。はい、第四月曜日担当鈴木ゆうしろうです。長吉翼です。はい、ということでね、えー、二千二十二年最後の月となりました。はい。どうですか。いや、もう本当良かった今年は。あら、あら,ら、あら、良かった。<laughs> はい、良かったです。まあね、舞台もできましたし、したうん、こう。 うんまあね、ずっとこうコロナ禍でやってきましたけど、うん、やっとなんかこう前進でき始めたのかなっていうのをちょっと実感<お>街中とかでもいろいろ実感できた年だったんですごく良かったです,そうですか。そんな今月でございますが、はいはい、いよいよ待ちに待ったええ皆さんお待ちかねのあの企画をやっちゃいたいと思いますということでね, <laughs> ね。 どんなどんなちわ話しようと思って、なちょっと <laughs> 楽しみにしてましたというわけで、でね、今日もあの毎年恒例のランキングの方を見ながら一年を振り返るという感じにしていきたいと思います、ね。時間がございませんので早速始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。 可能性は迎えに行くものだパセリ有志と翼のキャッチナオはいやってまいりましたはい今回もこの日経 MJ さんの2022年ヒット商品番付を見ながら1年を振り返っていきたいと思います,います、はい、それでは毎年恒例のあれ言っていいですかあどうぞどうぞ言ってください 東 <laughs> あこんなんでしたっけいやそんな感じだったと思いますはいえっともうハプスティですかいいす横綱からいきますねいま、はい、東の横綱、はい、コスパ＆タイパタイパもうねはい,いや <laughs> いきなりですかいや 2> <laughs> いや2年ぐらい前からぼやいてるんですけどぼやいてますはい 商品じゃないものが横綱に来るとやりにくい <laughs>、はい、やりにくいんですこれ、うん、本当に、ね、まに。というわけで東の横綱はコスパタイパというね言葉が選出されておりまして西タイパの横綱。 ハッシュタグ三年ぶりね、そういう対決なんだもうももううそういうことですよ今年はそういう対決ですよそういうことですじゃあコスパランドタイパの詳細を読んでみましょう値上げが広がる中費用対効果の高い商品に支持節電効果が期待できるパーソナル冷暖房や大容量品が人気 動画の倍速視聴など時間帯効果を追う動きも。ということで、うん、まあそのコスパコスパみんな知ってる言葉だと思うんですけどタイパこれはタイム<ん>タ,イタイムパフォーマンスタイムパフォーマンス、うん、時間的な効率のことを指し示す言葉だ、うん、そう、ね、まあ私はあんまり使い慣れてないんでそうですね何のことかなと思ったんですけど、うん、まあコスパタイパ。うんうん まあそういう商品が結構全般的には売れたし評判が良かったってことなんだと思うんですけどね。今まででもコスパのいいものやタイパのいいものっていうのは売れてきてたとは思うんですけどあえてこれが今年の東の横綱に選出されたっていうのは私として考えるんですねやはりこれあの値上げというものがやはり大きく影響してるんではないかと。 物価がやっぱ上がってくるということによって、うん、やはり少しでも安くていいものとかですね、うんえー、時間をかけずにいい感じの。 効率のいいものっていうものにです、ね、どんどんなっていくんじゃないかなっていうのがやっぱりコロナ禍の時ってちょっとコストは上がってもお家で食べられるクオリティの高いものとかがちょっとやっぱ高級志向なものも流行ったじゃないですかそうまた、あ、ちょっと時代が動いてきたっていう形なんですかちょっとからがしますね。で対してさ西の横綱ほうほうハッシュタグ3年ぶりそれ、ね、ハッシュタグだからこの間も盛り上がりましたけど、まあ、ツイッターとかを賑わせたってことでしょそうです うん、コロナ禍で中止されたイベントが3年ぶりに再開夏祭りの経済効果は4000億円との試算旅行支援策やインバウンドの水際対策緩和で旅行需要に回復の兆しいやいやいや、旅行ってすごいですよね。まあそううでですすねもうこのあれですかゴールデンウィークぐらいからだーっともう,、ね、う解除されたかのようにだーっと来てますから、まあ、そういうことで言ってこの3年ぶりっては、ねね、各種、いろんな業界では、うん。 ちょっとねほっと,ホッとしたんじゃないでしょうかそう思いますけどね、うん、旅行業界とかただねまあ、なんて言うんでしょうねこのハッシュタグ三年ぶりずっと言ってますけど三、はい、年間の締め付けは一体何だったんだとあそれを総括してないままこれでいいのかっていう話ですかだって喉元過ぎればじゃんそりゃそうです結局これを打ったら絶対に一発で誰でも治りますという特効薬発表されてないでしょうじゃないです でワクチンは半年に1回とか打ち続けなければ切れちゃうわけじゃん切れます、ね、でももうワクチン何回目だよって言って打ってない人もたくさんいるしそれぞれの反応があると思うんですけど、うん、だったら3年前と変わってないわけですよそうです。今のように感染も広がってますし、うんうん、この3年間一体何だったんだろうなってで我々この日本の国民というのは喉元すぎればもうどうでもいいみたいな感じになるのって いいのが悪いのかなとはちょっと思いますね。本当にそれだけで一時間番組できちゃいますけどね。ちょっと、つまんなくなりそうなんですよ。そうですか。そういうことですね。はい。はい。じゃあね、東の大関。大関いきますか。サッカーワールドカップ日本代表。おお、きました。これはわきましたよわきました。終合ドイツとスペインを破って、グループ首位通過。アベマが、全試合を無料配信し、スマホなど視聴方法が多様に。 そう<れ>スマホで見てる人結構いましたね。うん、これ非常に面白かったですねこれ始まる前まで、うん、結構評判になってなかったですよねワールドカップって。評判になってませんでした悪い方で絶対無理だろうみたいなあそっちでねだってもうスペインとドイツが同じグループにいる時点で終わったみたいな雰囲気ちょっと違うよね。チームがねそのブロックがそういう決まったところで大体みんなあーって当っ 申し訳ない話がいけ、うん、てコスタリカぐらいじゃねっていうすごい失礼な感覚ところがところがよこれところがよ最初ドイツ破った時みんなすごい泡めいたと思うんですよ大騒ぎでしたよでその次のコスタリカに負けて、うん、なんでドイツに勝ってコスタリカに負けてんだよっていう文句あったと思うんですねでさすがにスペインは無理かって思ったら勝っちゃったからね本当すすごかったですね ね、これまあね、まあ、決勝もね、まあ、ちょっと見ましたけど、少し。決勝リグね。まあ、やっぱ、うん、あれでしたけど、惜しかったですが。本当に感動しましたね。感動でした。やっぱり。本当にありがとうございます。強い国とね、対等に戦えるんだっていうのは、やっぱすごいですよね。世界的に評価されたっていうことですのでね。これはもう、まあ、でも、みんな若いんですよ、選手は。出てる選手。二十二三歳でしょ結構。 これだからあとね二回三回とこれからの大会楽しみじゃないですかね。うん、<laughs> え？<laughs> <の>いやそうなんですけど。<laughs> はいはいはい。え誰なのかなと思って。<laughs> んそんなサッカー好きでした？<laughs> あ。 あのね、第一次 J リーグ世代なんですよどっちかっていうと数,何ですか数とかあの、J リーグが発足した時に社会人の子たちなんでそれって第一次なんて言うんですかなんつうのサッカーブームとかその時はほらワールドカップに出る出ないみたいで、ね、初めて出れるとかっていうのは我々のねそれこそ数がいてみたいないう世代ですからすあの時もう大人だったんですか大人ですめめちゃめちゃゃゃ社会人です <laughs> えじゃあ感覚としててサッカーって、うんうん 野球の後輩なんですか?。後輩かな?。<laughs> 後輩っていう言い方あれだけど、まあまあ、新しいスポーツなんですか。新しいスポーツですよ。だって我々子供の頃ってやっぱり野球が最初で。で、中学の時、うちの中学って東大5位ぐらいの強いチームだったんで、で強い学校だったんで。サッカー、昼休みずっとサッカーやってましたけど。でも、それまではずーっと野球でした。少年え、じゃあ、ジリーグができる前ってマイナースポーツだったんですか?。そうだよね。まあ、マイナーって言ったら変だけど、あの、まあ、要,要はその。 プロ,プロとププロロではないもんねアマチュアだから企業がちゃんとあってねそこでこうサッカーチ,チームがあって戦ってた社会人リーグみたいな感じだった、ね、へ<ー>それは本当プロのサッカーリーグっていうのを作ったのは<ー> J リーグでバスケットもできたけどあれは B リーグっていうだよねそうなんだ私も子供の時には当然 J リーグはもうみんな知ってるものそうでしょから。 野球観戦、うん、J リーグ観戦っていうのはもう同列のものだったん。あ、そうでしょうね。それであの男の子たちが阪神、うんえー、の帽子かぶってるかガンバ大阪の帽子かぶってるかだったんですよ。ガンバ大阪の帽子っていうのがあったんだね。キャップこういうチームー。あ、そうなんだ。ででも一番 でモテてた子はベルディー川崎被ってた。やっぱね。<laughs> それはそうだよね。当時の。あ<ー>そ,うそ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 う。じゃあ我々世代はそうやってジェリーグが立ち上がって、うん、それでこれでワールドカップ頑張ろうぜみたいな空気感があったんで、うん、なんとなくそのまあサッカーっていうとその空気感があるからる、ね、まあなんかこうワールドカップになるとなんとなくテンション上がるけど、うん、まあちょっとこうどうかなと思ったけどすごかったなっていうい。せだから今年もね非常に素晴らし浮き浮きましたよね。浮きわきわき浮き,きですよね。はい。はい えーそれが東の大関で、ねはい、次西西西の大関<お>ヤクルト本社、うん、ヤクルト、うん、1000Y1000 1000、うん、宅配用のヤクルト1000の販売本数は1日約181万本4月から9月で前年同期比6割増し千葉に工場進出を決定すごくねこれ <laughs> 前のなんかのなんかでも取り上げましたね取り上げられてたよねうん。やってたやってたヤクルトねめちゃくちゃ売れたらしいですねってでこれはもう入手困難なぐらい売れてるらしいですねっていう話はありましたけどはいはいはいうちのいいヤクルトの,、ね、あのお姉さん来て売ってますけど、はい、みんな買ってるヤクルトレディーヤクルトレディが来て買ってるよいいなえ？ヤクルトレディに無視されない区域でいいです <laughs> 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 この辺歩いたらららっしゃいますようち,のうちの地域にはああいういいあそう。<laughs> ああいう人たちは来てくれませんあらあらでも来てくれるなら頼みたいヤクルト線大量みんな大量買ってますすごいな1日1万本、うん、これはすごいなどのぐらいの数一日だよ一日181万本ってすごいねあのケースすごいよね空になったらねはいすいません <laughs> <laughs> じゃ、あ次は。あ、これちょっとね、すっごい喋りたい。これ、後半に回していいですか。これちょっと、すっごい喋りたい。そうじゃ。後半。昔の関脇にあるんです。ちょっとこれ明日。明日じゃない、後半。はい、はい。明日。明日で、明日で喋る。これ、西。西の関脇。これも。前の中間かな。 のあれに入ってたジブリパーク。ジブリパーク,ジパーク、うん。ジブリパークね。でも、先月も話、月も話したかもしれない。そうだ、先月話したんだ。スタジオジブリのアニメの風景を再現したテーマパーク。十一、うん、月に先行開業した三区画のチケットは、来年一月分まで完売。一、うんうんね、月分まで完売。これ、あれですよね。前の話題で、あの、転売なんかが問題になってる。というお話で。そうでした。そうでした。 上野のパンダの話もそうだそうだこれやっぱ来年1月もすごいです,ねすごいねやっぱりすごい、うん、私が心穏やかに訪れるようになるのは多分2年後とかかな、うん、あそうね1年ぐらい無理かもしれないね簡単ではないもこだとねちょっとこれだと簡単にはいけないかもしれないね、うんまあ、というわけで何、うんうん、かこう商品というよりかは 現象的な部分とかね、なんかこう、うん、商品あんまないんだよね、うん、最近ね、はい。というわけで、はい、前半、あっという間なんでね、ちょっと駆け足でね、ちょっと、ね、後半、ちょっと急がないといけませんので。と、はい、いうことで、えー、前半これぐらいです地域コミュニティを大切にする金融機関、第一官業信用組合地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。 と翼の「キャッチナオはいそれでは早速後半ですが長渕さんはい、はい、東の関脇ああもうマジに待ちましたよ言わせていただきますポケットモンスタースカーレットバイオレットいや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 ,いやえっ、ー、そうなのそんなにこれが、はいえー、発売後3日間の世界累計販売が1,000万本超えはあ のソフトで過去最え同社では「スプラトゥーン3」もヒットこれねもう本当にすごくて「スプラトゥーン」はもうちょっと前に発売されたんですが今年の秋に発売されたんですけどこの「スカーレット・バイオレット」「ポケット・モンスター・スカーレット・最新作ねは11月中旬ぐらいかなに発売されたんですよ。で私ね「スプラトゥーン3」もやりたいなやりたいなと思ってたんです。 だから同じ日に2本買ったんですよええスプラトゥーンとポケモンとホント忙しくて日本も新しいゲーム買っちゃったらどっちもめちゃくちゃ面白いし面白いんだでこのね1000万本ってすごいんですよ世界記録なんですよもう本当に過去最高だから<ー>でや,やったことありますポケモンありますポケモンないいいですやった方がいい <laughs> やった方がいい経営者ならやったほうがいい経営者ならやったほうがいいそれはえどんなイメージですかポケモンで皆さんもどんなイメージがありますかポケ,ポケモンって聞いたらボーボンって投げてボーンって化けてうん、うん、攻略して戦ってっていう感じうんうん、うん、いや、まあ、まあ大体はそれで合ってるんですけど、うん、これはねポケモンっていうのはやっぱりねなんていうのかなドラマ うん、溜めたなぁ、うん、ドラマあれはもうドラマなの <laughs>、うん。ドラマなのであのポケットモンスター「スカーレットバイオレット」ってあるんですけどこれどういう意味かわかります、うん、全くわかりまねあのねポケットモンスターって初代初代一番最初売り始めたゲームボーイのやつの時から2本同時に出す変わったゲームなんですよ。うんうんうん ポケットモンスターレッドとポケットモンスターグリーンっていう違うソフトが発売されたんですよ。<お>それが対になってるんですね。<え>でストーリーも一緒出てくるキャラクターもほぼ一緒なんだけどレッドにしか出てこないポケットモンスターグリーンにしか出てこないポケットモンスター。で、通信交換をすると、 レッドにしか出てこないものもグリーンしか持ってない人のところにこう送れたりするわけですよ。でバージョン違いで二つあのついで出すっていうのがもうポケモンの歴代の動きなんですね。<ー>でその後もブラックホワイトとか、えー、ソード＆シールドとか、えー、ダイヤモンドパールとかなんか対になるタイトルをつけていつも発売していた。それのリメイクとかポケモンゴーあの アプリで遊やつとかうん、うん、たくさん横展開の商品ってずっと出てたんですけど本家本元のポケットモンスタースカーレット・バイオレット新しい色の色がついたやつはもう,もう3年ぶりにも,うものすごい久しぶりに出たんですよ <laughs> めちゃくちゃ久しぶりに出てでこれ今作から新しい機能がいっぱいついたんですね、うん、それでねここから先が聞いてほしいんです、うん 私もこれ買いまししたで。ちゃんとやるのはすごく久しぶりで。ポケモンって育成するんですよ皆さん育成するんですストーリーを攻略した後に自分で育成していくんですよこのモンスターはこういう攻撃をさせようこのモンスターはこういう攻撃に強いように育てようってやるんですよそれでね今はもうインターネットにつないで遊ぶんですよポケモンも。でランクマッチっていうのがあってそれ何かっていうと 世界中のポケモントレーナーとバトルができるんですよ自分の育てたポケモンでだストーリーが終わった後も対人戦のゲームに切り替わるんです今度一<ー> 1>, 1対1のポケモン勝負だから世界で1,000万本売れたっていうことはまあ単純計算でいくと1,000万人ぐらいのプレイヤーがいるわけですよ世界にそうそれのワンオンワンの戦いができるわけですね でルールっていうのが3匹選出します自分の育てたポケモン相手も3匹選出しますで用意どんで戦うわけなんですけどまあお互いそこまでやってきてるポケモントレーナーなら手の内もどの駒をどういうふうに使ってくるかみたいに考えるのもあるんですよ。その読み合い攻防あえてここっていうのがもうチェスや将棋のそれとすごく似てるんですよ。 お互い作品をやってるわけですからこのモンスターはどういうモンスターでって分かってるわけですからね、はあ、でもあそこでこういう一手を打ってくるかっていうところで勝敗が決するんですよ、はあ、ですからものすごくあのかわいいかわいいポケモンを育てながらですがやってることはすごくシビアな将棋やチェスのような1対1の駆け引きなんですよ。そんんなに深深いいもめちちゃゃくでですでこれ最初ね いいろろあるんですよ初級編みたいなのがバーって始まってすごく長い道のりがあって一番最高ランクのマスターボール級っていくのに行くとやっとそこから自分のランクが表示されるんですよ。あなたは5万何位ですとか7万何位ですか1,000万本売れてる1,000万人のプレイヤーがいる中で私今何位だと思います万万ぐらい5万 今すごいんじゃないすごいでしょすごいよね一千万人いいんで以上五万？うん、すごいじゃん五パーセントとかの人、うん、やばくないすごくないめちゃくちゃ語ってるけど褒めてほしいいやすごいよい、ね、そうだ千人いたら多いだそうだ千人いたら多位だうんいやすごい人なのもしかしてで<や>も日に日に 当たり前だけど日に日に売れていってて日に日にやってる人が増えてるわけだから日に日にあの順位が何もしてないと落ちてくの。最初三万円ぐらいだったんだけど何もしないと七万円ぐらいとか九万円ぐらいに落ちちゃう。日に日に人が増えてってるから。そうで昨日も五回やって五回とも買ってで。でまた上がったですね。また上がりました。はあすごいね。ガチでやってますガチですね、うん。ガチ勢です。 というわけですごく熱く語っちゃいましたけどこれがね、うん、その世界で1,000万本売れたふん面白いゲームなんだっていうふうにあ最く思ってる方もすごくいっぱいいると思うんですけどうん、うん、そのぐらいそのチェスや将棋にも似たような深いところまで楽しむことができるっていうことでこれだけ世界中の人は熱狂させてるということを知ってもらいたかった。すごいね、うん、任天堂の方 違いますね。はい、ね、はい。はい、というわけでちょっと熱く語っちゃいましたけど、まだまだね紹介したいものがたくさんあ,、ね、あ,り,ますあります。もうこれはまだまだ。ざっといきましょう。ざっと行きましょう。なんか気になってるのありますか。僕はあの本の中で唯一見て感動したのは小結びのトップガンですね。西の小結びトップガンマーベリック。<れ>洋画として三年ぶりに国内、うん、えー、国内。 えー、講習100億円超え、うん、何度も見に行くオイ「おいトップガン」や前作との2作連続上映も話題に僕はあのトップガン世代第1のトップガン世代大学生の時トップガンの初最初があったんで大好きでブルーレイから DVD が全部持ってるんですけど何度も見すぎちゃって俺字幕いらないんですよ。英語で分かっちゃうんですよ <laughs> セリフが え、なんでそんなに何度も見るんですか。えっと、かっこいいから。ね。はい。<laughs> いやいやいやねえ。ものすごいもね、収録中とは思えないぐらいの低い声で入って。いあ、でも、前もおっしゃってましたよね、あの、はい、トップガンの話題が。何回か前の回でも出た時に、はいうん、なんかおっしゃってましたよね。そうなんですね。僕は。これがあれでしょ トムクルーズがすごく守って思い入れのあるもので、で、あのメンバーがこの年齢になってこうなってっていうのがいいんだって言ってましたよねそうそうそう。最高でした。もう本当今、うん、今回ちなみに買いましたまた、DVD と HD、ウルトラ HD みたいに使いました。それじゃあ、オいトップガン派ってことですか。そうですね。何度も見る。何度何度でも見ますまた。これどうですか国内公収？100うんう億円超え。これ このこんなレベルじゃないといかそこういう間の商売でいうとビジネス的に言うとねやっぱ円盤売れますから我々世代にはあとほら、うん、いろんな配信するでしょだネットフリードとか配信するとそれもやっぱお金になると思いますけどね。私はね「トップガン」といえば幼い頃に、うん、なんか日曜洋画劇場<う>でなんか歌たたねしながら見たことがあるような感じで、うん、ちゃんと見たこと一度もなくて。うん <laughs> ちゃんと見た方がいいからだからこれ見に行きたかったんですよ、マーヴィリック。だけど、うん、いや、順を追って。<ん>順を追って欲しい。最初からやっぱり。初代からこう見,見た方がきっと楽しめると思って、あの見てないんです。まだ見てほしいのとちなみにですけど、今度やってくるアバターの2。はい。見ましたアバター最初の見てないあ。最初のやつは見てます。見てます。で2が出ますけどあれは絶対来年、上半期は絶対ランキング出ると思いますね。 はあ、楽しみにしてますあれはめちゃくちゃすごい,いね1番目もすごかったですけどあれ 3D ガネかけてみた <D> 見た 3D、ね、そう 3D もありましたよ 3D もすごかったですもんもあのちょっと酔っちゃって、うん、途中でポップコーン食べれなくなった思い出が <laughs> そっちかちょっとね当時あんまりそうい、ん、うの、ん、慣れてないからねでももう当時はあれ画期的でしたからね本当に綺麗で、うん、すごいです 楽しみですよね。あも楽しみかな来年はね。でねえっと東の小結びの方もまたえ、うん、映画ですね。これ良かったらしいですね。はい、ワンピースフィルムレッド。これは見てないじゃ、ね、ワンピースもねみんなねいい言ってて。あそうですか。そう私はねこれもねまあちょっとあの <coughs> 準備不足で見れてないんですけどちょこれも見てみたいなと思ってました。ね、え続いて東の前頭。うん。ガチャ旅。 ランダムに旅先が決まる鉄道や航空券割安感とワクワク感で話題、うん、JR 西日本のサイコロ切符は約28万人が購入これ水曜どうでしょうみたいですよねんこんなのあるんですね,ね今ねうん、うん、それをしかもガチャ旅っていうんだ、ね、でもこれ、ね、あのずっと前から HIS とかいろんな旅行会社がこういうツアー組んでましたよねミステリーツアーって行き先が、うん、どこか分かんなくてそうそうそう 大体の,その服装とかの準備もあるから候補地だけ上げててそこの中からどこになるか分からないっていうやってましたよそれを各社,ね各社のやり方でこう取り入れてまあでもこういうのが流行るってことはやっぱりねコロナ禍からちょっとずつ前進してきたっていうことですよね。他かかありますかなんか最近チーが流行ってる ユニクロタックワイドパンツシーン、うんえー、日産自動車サクラああ電気自動車ねなどなど続いてますがサクラって電気自動車なんですかそうですね EV ですね手頃な価格と力強い,、うん、強い走りで注目された軽 EV 軽なんだ軽なんですよこれ売れてますよね軽 EV 発売四ヶ月半で三点三万台を、うん、超えを受注,受注国内 EV 販売を牽引した ね、そうですけど。三点三万台、これすごいんですか?うん。なんか、ポケモンの方がすごいように思いますけど、うん。ポケモンの方がすごいですね。確かに <laughs> 桁がちょっと違いますね。車。<laughs> 車だからね。まあ、値段もね、あの、うん。まあ、まあ、あま,あま,あまあ、そこを比較するのはいいかどうか、わかんないですけどね。あとは、月見バーガー商戦。うんうん、ファーストキッチン、コメダコーヒー店などが参入、モスバーガーは,は,は。発売、は、八日で、二ヶ月。 分の目標の約80万食を販売。あ、今年そのチキミバーガーってあのマクドナルドだけじゃなくて他の店も出したって話なんですね。ねこれは私がマクドナルドだったら訴えてますね。うん、訴えるね。うん、訴える、ね。<laughs> みんなが真似してきますって。うん、どうなんでしょう。食べました？今年チキミバーガー。食べてません。私も食べてません、はい。あんまり興味がない。 あそう、はい、美味しいんですけどねちょっと今年は私はあの頑張ってパーソナルトレーニングをしていたので,で、ねうん、ちょっとねファストフードは控えめにしておりましたので月見、はい、バーガーも食べれてないし三角チョコパイも食べれてないしチ,、ね、チキンタスターも食べれてない。<coughs> うんうん、ということで、えー、次はねちょこちょこねアニメのタイトルなんかも入ってきています。東、うん 前頭、うん、スパイファミリーまあ、ね、スパイ殺しや超能力者による偽装の家族生活を描く累計は発行部数2,700万部超えアニメや企業コラボも人気ということでねすごいですよねん,なんかね。 スパイファミリーこれね本当アーニーが可愛い,いんですよす見てます？すめちゃめちゃ可愛い,いですよねす前も言ったかもしれないけどやっぱりさねイメージを崩さない感じの声優さんでやってもらってるんで、うんうん、読んでる時と何にもこう違わない感じで見れるのがいいす,、ね、すごく嬉しいですね,いいいすねはいじゃバトンタッチします,す私ばっかり喋ってまあ,あとあのサイレントあのドラマですけどね、はい、これはあのうちの地元 だいたい場所の方で撮ってましてそうああ,ああ、え、そうなんですか。すごいですよ。<ー>もうあの何？現地を見に来るうちの家族なんかいろんな人に会ってみたんですよ。川口春奈に会ったとか。え<へ>？めめに会ったとかいろいろ言ってますよ。言ってくださいよ。<laughs> 私今行きたかったです。<laughs> なんか今でも撮影もう終わったのかな？そろそろあれですけかね。うんあとチェーンソーマン僕好きです。あ、おっしゃってましたね。チェーンソーマンこれも、えー、あの。 ジャンプの作品なんですけどす、ね、悪魔を身に宿した主人公が自身の生活や欲望のために戦う、うん、累計発行部数は2,000万部を超えアニメも人気好きですねこれ,これはまた面白いんだ<ー>キャラが立ってて面白いですよね、うん、たまんないですね、はああとは300円ショップ ライザップチョコザップねねこれもなんか時間のコンビニ型ジムあそううい意味だったんだチョコザップってあのチョコザップよく広告みたいな見るんですけどそういう意味だったんだコンビニ型ジム1日5分の軽さ超短時間トレーニングプログラムも普段着でどう気軽さが受け会員数十万人超えに。にすすけどうんで 入ってるの？え、チョコザップ入ってるんですか？ら <coughs> しいです。え、どういうことですか？普段着でできる。普段着でウォークするっていうかウォークインっていうか、もうそのターンとって。空いてたらちょっとグーってやって帰るみたいな。それ例えば他のスポーツジムと何が違うんですか？安いのと、あ、靴を履き替えなくていいとかそう靴も履き、着替えなくていい。ほお<う>。まあ物足りないと思いますよ。

ライズアップが展開してるってことは店舗数も結構あるいやそうそうバーッと広がってるからね今ちょっと気になるな私も見てみようあと僕はあのちょっとこの体力つながりでいうとちょっと下の方にありますけど焼肉ライク焼肉フィットネスっていうのこれ気になるですね、まあ、東前頭焼肉ライク焼肉フィットネス、うん、1> 月1万円台で毎日1回指定の焼肉セットが注文できる。うん 恵比寿本店の先行販売では100セットが5分で完売そうですよさっき調べたんですけど、はい、これすごいですよ<え>でも一日1回焼肉食うっていう話になるんだけど,どうう日毎日月1万円台で毎日1回 1> <laughs>、ね、これ何月1万円定額で払うんですか 1> 1そうすすると毎日焼肉ななんですよえ頼まなくてもいい まあいいけど毎日食べられますか月1万円とか払うと、うん、別に毎日1日1回までだったら食べていいですよすっていうことかいいそえー、それだって1食にしたらいくらになるのねだって1食いくらよ1万円でしょだから30日もし食べたとしたらさないくらよ焼肉定食300円とかえすごいなでもんかあのあの低糖質メニューとかいろいろあるみたいですよ ちょっと詳しく見てみたいですねこれはちょっとぜひねちょっと今ダイエット中の永井さんにおすすめの筋肉フィットネスフィットネスですじゃあダイエッター向けの向けですねあとトレーニングしてる人体作ってる人フィジークやってる人とかねご利用されてるんですかやってませんまだまだってことはちょっと興味はありますよね興味はちょっとなるほどなるほど私もちょっとこれは気になるなこれとチョコザップが気になる やっっぱ体作はいまあ他にもねたくさんあります,りますけど、えー、スマホショルダースマホを斜め掛けできる小型バッグやストラップ、うん、多くファンによると10月の取引数は前年同月比10倍にすごいねなんでだろう <laughs> なんで10倍も増えるんだろういきなり前からありましたよねこういう携帯のストラップってみんな外出るようになってんじゃないのコロナからそうかそうか外出する機会が増えたからっていうことかはいということでねもうちょっとごめんなさい後半も結構時間になってしまってこれね長いもう終わんないのよマジツッコみたいこといっぱいあるんですどいっぱいあるんですよこれ気になる方は2 k MJ を購入してくださいぜひこれ買っていただいて2 k MJ 面白いんでね えー、ということで、えー、今月はこんな感じで終了となります、はい、ありがとうございました日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾青月堂には春夏秋冬季節をお届けできるひと品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために 伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1,600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています 入会ご希望の方はホームページからどうぞ有志と翼のキャッチナウン はい、えー、といえとうことでね今年もこれで終わりということでございますがん長さんね本当に皆さん,ん年末年始ご自分へのクリスマスプレゼントそれからご家族へのクリスマスプレゼント迷われている方はぜひ、はい、ポケットモンスタースカーレット,ットバイオレットをご購入をお勧めいたします。ということらしいんですけどねままあ、まあ長渕さん、あこ今年終わっちゃいますけど、はい、今ちょうどね長渕さんも今お芝居もあったりして今体を作られているということでございます。まあ来年 新たな目標等もまた来月お話しするかもしれないですけどどうですか数年越しのね来年は峰富士子企画なんだっけそれから理想の体型になったらプールでニューオータニのプール貸し切ってくれるんですね貸し切ってそこで予分かんないけどニューオータニのプールで確かに言ってた。 しかもナイトプールとか言ってもったそうナイトプールですよ今年の夏か仕上がるかは不安ですけど一応今年の目標で1月から12月までで12キロ痩せたんですよ12キロ痩せたんだってそ<う>すごいですよねどんだけ太ってたんだよって話なんですけど <laughs> ですよね 大型肥満が我がオーディーになってきたぐらいなんでまだ別にスリムじゃないんであれですけどじゃあ来年の夏は本当にこの調子に行けばプールやりますかえっじゃあ見たい私のキニとか誰でもいや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 これはちょっとあれじゃないですかみんなが「いいね」してくれたらちょっとさこうするとかやるとかねまあそれは一応じゃあ来年の目標に掲げましょうかねやっていただきたいなと。 何するんですかいや僕もあの今今年六キロぐらい痩せたんですよ、はい、こう言ってもで今体作ってるんです実は僕もえーちょっと真似しないでくださいよ私が映えないじゃないですか僕今肩を作ってるんでだから僕も脱ぎますよ一肌脱ぎましょうえだから誰得の <laughs> 誰得のきあれなんでしょうね皆さん<え>え来年の八月あたりはですね一足先にハロウィンだやってくると思って <laughs> 怖いもんね、準備をして、全然できたらいいなということでございますけど、はい、まあまあまあ、そんなことなん、はい、また来月にね。えー、お話できたなと思います。はい、ということで、えー、今年も一年ありがとうございました。それでは、皆さん、ごきげんよう、良いお年を。